ザブルーマーブル。ハッセルブラッドカメラで撮影。上部が地中海、下部が南極である。アラビア半島やマダガスカル島が見える。ザブルーマーブルは、1972年12月7日に、アポロ17号の乗組員によって、地球からおよそ4万5千キロメートルの距離から撮影された著名な地球の写真である。英語で、青いビー玉を意味する。宇宙飛行士からは、 地球がまるで子供が遊ぶガラスのビー玉のように見えたため、これが写真の題名となった。ザブルーマーブルは現存する写真の中で世の中に最も広まった写真の一つである。また、宇宙飛行士が太陽を背に撮影した完全に輝く地球を捉えた数少ない写真の一つでもある。アポロ17号が打ち上げられた12月7日12時33分は、 宇宙船が月へ旅立って間もない間は、アフリカが昼間であることを意味していた。12月のイタリテンの域にも達していたため、南極も明るく照らされていた。写真が撮られたのは、宇宙船の発射後およそ5時間6分後の5時39分で、宇宙船が月の軌道に乗り始めるため、地球周辺の中継軌道を離れてから、およそ1時間48分後のことであった。 この写真の公式な名称は AS1714822727 である。この写真の直前にも AS1714822726 という画像が22,727とに通った写真が撮影されており、こちらも完全な地球の画像として利用されている。撮影者は 80mm のレンズを有するハッセルブラッドカメラ 70mm を使用した。 NASA はこの撮影の功績を称えるとしてアポロ17号全体の乗組員の名をクレジットとして挙げた。乗組員の友人サーナン、ロナルド・エヴァンス、ハリソン・シュミットは全員がこのアポロ計画でハッセル・ブラッドカメラを使用して地球の写真を撮影した人物である。シュミットは後にこの著名なザ・ブルー・マーブルを自身が撮影したものであると訴えたがだに 誰が撮影者であったかは正確に立証されていない。ザブルーマーブルは地球の表面が光に照らされた最初の鮮明な画像であった。環境上の行動主義が高まった1970年代に公開されたこの写真はアポロ8号が撮影した月から昇る地球を収めた写真、地球の出とともに広大な宇宙空間の真っただ中にある地球の儚さ、脆さ、 孤立を描写したものであるとして多くの人々が注目した。NASA の公文書保管係を務めていたマイク・ジェントリーはこのザ・ブルーマーブルが人類史上最も世に広く分布した写真であると推測した。NASA によって制作されたブルーマーブルの画像。左が2001年、右が2002年に作成されたもの。その後に作られた同じような地球の画像は 監視座を付さず、ブルーマーブル写真と称されるようになり、この、ブルーマーブルというフレーズやその写真そのものは、環境活動団体や環境を意識した描写で、宣伝販売を試みる企業から頻繁に使用されることとなった。また、ビッグ、ブルーマーブルという名の子供向けテレビ番組も生まれた。注釈、出店座、ブルーマーブルブルーマーブル。ありがとうございます。